皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は衆議院の選挙です。今日衆議院議員が解散しました。これに伴って19日公示、31日に投開票という日程が正式にスタートしています。今回の選挙、何といっても争点となる大きな政策提案などはないというところが一つ大きなポイントだと思います。ですから、それぞれの各政党が出している公約を小さなものが並んでいるように私には思います。このような状況で一体何が勝敗を分けるかといえば、基本的にはより悪い失点を重ねた方が選挙に負けることとなります。だからといって見どころがないかといえば、そういったわけではありません。まず第一に、自民党の変化についてお話をしておきましょう。自民党の今回の大きな変化といえば何か、それは二階幹事長が交代し、それに伴って二階派の勢力が減退していることです。二階幹事長が公認権を握っていた時には、彼の意見というものが非常に重用されていました。ですから二階派に所属していれば、他の会派に属している国会議員と例えば小選挙区で勝ち合った時などには、二階幹事長の推しもあって公認を得ることができていたわけです。しかし、二階幹事長が退くことによって彼の権勢というものが衰えています。これは自民党にとって非常に良い変化だと私は思っています。また二階派の勢力とは少し趣は異なるのですが、日韓議員の幹事長である河村武雄氏が今回の選挙に出ないことを表明しました。これは同じ自民党の議員の林芳正議員との公認争いがあって、これに敗れた形となります。日韓議連の非常に重要な人物が今回引退するとなったことは、私は一つの朗報だと思っています。ただし、ここにも一つも落とし穴があります。それは、河村議員には息子さんがいて、この方が比例区の方でかなり上の方に名前が乗るのではないか、つまり特に何もしなくても国会議員になってしまうのではないかといったことがすでに指摘されています。私は、国会議員になるのであればどのような志を持っているか、そして志を持っているかどうかを確かめるために、なるべくだったら小選挙区で戦ってほしいですし、そのようないわば知名度がない人であるならば、最低でもこのような世襲議員については比例名簿に載せないような清廉さというものが党運営で私は必要だと思います。自民党内においては、こうした世襲議員というものがどんどんとその割合が増しているような状態ですから、このようなことを国民からよく見られるわけがありません。一方、野党はどうなっているかといえば、すでに選挙が始まる前から失点を稼いでいます。例えば、立憲民主党で立候補予定だった人物などがツイッターの過去の発言なので、 JKJK と連呼し、そして気持ち悪くなるような発言というものを連呼していた、そのようなことなどもありました。また、ここ最近においては、現役の議員においても失言がありました。北朝鮮に拉致された人々は、もうすでに全員が亡くなっているんだ。他の議員たちもみんなそう思っているに違いない。自民党の議員だってきっとそう思っている。そのような失言をした人物が、立憲民主党の現役議員から出ました。この件に関しては、本人はすでに謝罪撤回はしていますし、また、党としても、そのような意見は、立憲民主党の意見とは全く異なるということを表明しています。しかし、このような失言があった時に、立憲民主党は与党議員に対してものすごい批判を繰り返していました。それに比べると今回の失言の撤回などは、はっきり言って何にも処分がされていないようにしか私には見えません。この失言を行った議員そのものも、自民党議員が失言をした時には、発言の撤回などでは意味がない、議員辞職しろといったような批判などを行っていましたから、自分の言葉に従ってあなた自身も議員を辞職すべきだと私は思います。また、立憲民主党の枝野代表はこの件に関して非常に腹立たしいとコメントはしていますが、一方においてこの失言をした議員を除名処分などはしていません。このあたり、かなり処分が甘いと私には見えます。自民党を批判するその説得力を増すためには、自分の党の中で出てきた失言をした議員に対しても厳しい処分をしなければ国民の信頼を得ることはできません。このように立憲民主党はすでに選挙前から失点をどんどんと稼いでいるような状態ですから、岸田総理としては野党が弱くてよかったなと思っているかもしれません。しかし、国民の信頼を勝ち取るためには、今回の総選挙において自分が何をしたいのか、そして目玉政策は何なのかといったことをもっと事細かく印象的な言葉を使ってみんなに説明する必要があるでしょう。そうしなければ、何がしたいんだかよくわからないんだけど、でも野党があんまりにもひどいから選挙に勝ったねと、いつまでも陰口を叩かれるようなことになってしまいます。
そういった意味でも今回の総選挙においてどんな政策を掲げるかというのはもちろん注目していかなければなりません。自民党の総裁選の時に話していたこととはきっと変わっているものがあるでしょう。すでに金融所得課税についての発言の修正なども見られますし、ああこの意見というのは総裁選の時には通ったけど総選挙の時にはちょっと変更しなければならないなといったものもきっとあるでしょう。その変更というのが基本的には良い方向に転んでいれば私は全く問題ないと思いますし、逆に悪い方に転んでいるんであればその点については私は批判していこうと思っています。そして野党であろうと与党であろうとどちらについても全く同じことなのですが、あまりにも荒唐無稽なそれ絶対実現しないよねといったものについてはどうしてもそれは評価することはできません。選挙の時になるとどうしてもそのようなまあ絶対無理だろうな、実際にはやることないんだろうなというのを前提としたような言葉をどんどんと発して、それによって国民を騙すそういった政党や議員といったものがどうしても現れますし、そのような議員が当選することも珍しくはありません。皆さんもぜひとも甘い言葉だけを吐き続けるような人物に対して決して票を入れないようにしてください。このチャンネルでは特に韓国の話題をたくさん皆さんにお伝えしてきました。その時に何度か私が言った言葉なのですが、日本人は真顔で嘘をつく人物というものに決して慣れているわけではないのです。ですからあなたのためを思って言っていることですよというふうにして非常に親身になってあなたの力になりますよと近づいてきた人物が果たして本当にあなたのためにやっていることなのか、そういったことを注意深く見る、そういった習慣をつける必要があるでしょう。皆さんは今回の総選挙どのポイントを見て投票先を決めるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。